はい、どうもこんばんは、ちんでございます。本日はですね、また一つバイクの商品を紹介していきたいんですけども、こちらです。カエディアのスマートフォンホルダー、新しいバージョンが来たので、また一つ送っていただきました。で、僕今現在もハンター株にはこれとはちょっとマウントの方式というかホールドの方式が違うものをビートルっていう商品を使ってるんですけど、これがね本当にめちゃくちゃいいので、今回はその新商品を紹介していきたいと思います。で、今やもうツーリングを主にするライダーにとってはスマホを使ってナビを設定したりとか音楽を聴いたりとか、まあ誰かと通話したりとか、そういったものにもスマホってもう欠かせない存在になってると思うんですね、バイクに関しても。で、その時に絶対必要になってくるのがこのスマートフォンホルダーなんですけど、僕もね過去にもう本当にいろんな、バイクのカスタムパーツもそうですし、こう用品系もそうですし、いろんなものを、実際に買って使ってきましたけど、その中でもこう金額に対しての満足度が一番大きかった、一番感動したと言っても過言ではないのがこのカエディアさんのスマートフォンホルダーなんですね。で、今やもう当然もう多種多様ないろんなメーカーからいろんなスマートフォンホルダーが販売されてはいると思うんですけど、その価格差とかによってちょっとずつ機能が違ったり使い勝手が違ったりとか、でもその中でもこのスマートフォンホルダーめちゃめちゃ優れてて、めちゃめちゃ使い勝手がいいんですね。で、実際に今現在も僕はハンター株にこれの、このホールドマウント方式の違うビートルっていうタイプのものを使ってるんですけど、それはまあ動画でまだ出しているのでよかったら見てみてください。で、一番大きく変わったのはこのホールド形式ですね。四つ角をガチッとこう捕まえる形のバチンとね、こういう感じで、これもともとこういうホールド形式のよいしょで、バチンとね、はい、こんな感じです。で、もともとこういうホールド形式の製品っていうのは前々からあったんですけど、今回一番大きく進化したのは、僕の今使ってるビートルもそうなんですけど、ここですね、このお尻のところに USB-C の端子が1個あります。で、これ地位充電ももちろんできるし、この USB-C から、そのまま有線で給電するっていうこともできるんですけど、この新しい製品、僕が使ってる製品に関してはこれが同時に行えるんですね。もうこの利便性の良さとか使い勝手の良さがもうこのカエディアに関しては抜群なんですね。まあ詳細に関してはもうほとんど冒頭の、映像の中にね盛り込んではいるんですけども、もう一番いいのがまず天候に左右されない、まあツーリングってなると、どうしてもやっぱり出かける時は良くても、途中であったり帰り際に雨に降られることってあると思うんですね。で、その時にこう音楽を聴いたり地図アプリを使ったりとかしていると、どうしてもまあスマホのバッテリーって減ってると思うんですよ。まあ現地で写真を撮ったり動画を撮ったりっていう方も多いと思うの で、その時に、有線接続でないと充電ができないんやけど、雨が降ってきた場合って、水を感知して充電をストップさせてしまうんですね、携帯自体が。それがこの無線充電に関しては、非接触充電に関しては全く雨の心配をすることなく、いつでも取り付ければ給電、充電が始まるっていう、これが何よりも素晴らしいポイントで、ここからさらに素晴らしいのが、この携帯の充電をしている最中であっても、ここから別途 USB-C から電源を取って、例えば手持ちの電熱ジャケットの給電を行ったりとか、まあ、僕みたいに GoPro をつけてね撮影をしているライダーさんもかなり今多いと思うんですけど、その GoPro にも給電ができるんですね。なので携帯を充電しながら GoPro、 携帯を充電しながら電熱みたいな形で2つの電源をこれ1個で賄うことができるっていうのが最大のこの商品の利点やと思います。あと、もう今はめちゃめちゃ少数派かもしれないですけど、もう僕が助かってんのはこれです、電子タバコ。もうだいぶ紙タバコからこの電子タバコに変えて長いんですけど、やっぱもちろんですね、ツーリングの最中休憩もしますし、コーヒー飲みながらタバコを吸うっていうのは、まあ喫煙者の方は当然やと思うんですけど、そんな時に限ってこいつの充電がなくなってしまうと。で、現地でベーベーって警告が出て、うわ電池なくなったみたいな。で、コンビニ探して、結局ライターと紙タバコっていう昔ながらのタバコを買って、その時は吸うんですけど、久しぶりに吸うともうめちゃくちゃ臭くてめちゃめちゃまずくて、うわようこんなん吸ってたな思いながら吸ってるんですけどね。で、そのまま家に帰ってもう吸わなくなったタバコと使わなくなったライターが結構ドサッと溜まってしまったりっていうことが結構喫煙者の方あるあるやと思うんですけど、もうそういったストレスがもうこれを使い出してから全くなくなりました。
本当にですね、この携帯の、非接触充電だけじゃなくてですね、その携帯の充電をしながら、まあ、GoPro の予備バッテリーもそうですし、電子タバコもそうですし、ジャケットもそうですし、まあ、それ以外にもミラーレスのバッテリーを充電しとくとか、もうありとあらゆる電化製品、USB-C から給電できるもの、充電できるものであれば、すべて使えますんで、これね、本当に一度使うと、もうめちゃくちゃ便利だなと思ってもらえると思いますんで、ぜひですね、皆さん一度騙されたと思って試していただきたいなというふうに思います。また、バイク関係に限らずですね、いい商品、面白い商品があったら紹介していきたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。チンでした。さよなら。